今回は自己肯定感が高いインブリッドさんに対するネット民の反応集です。面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう。オルフェはなぜそんなに怒っているのですか。確かに姫様には逃げられましたけど、この私がいるのだから良くないですか。お前のその自己肯定感はどこから来るんだ。やたらと自己肯定感が高いイングリッド。姫様はオルフェを愛してませんし、ジブラートの操作はしませんし、ふざけたパイロットスーツ着ますし、おっぱいの谷間にハートマークの影を作って威嚇してくるような人ですよ。普通に私の方が良くないですか。私だって言ったって来たわけじゃないですわ。確かに人為的な力が働いてなければあんなふざけた形の影になるとは思えんが、まさか姫の能力だったとは。リデルには悪いと思ってるわ。姉の私が綺麗すぎて目が狂ってしまった結果、そんなイカれた色のリップに手を出してしまったのだから。ひっぱたいてもいい。これはうぜえ。こんなの僕の知っているイングリッドちゃんじゃないよ。すぐに人を偽物扱いする愚民が世界にはたくさんいる。早くオルフェと共に世界を導かないと。ごめんなさいねシュラ。確かに宇宙一美しい私に見とれるのはわかるけど、私は細胞の一つに至るまでオルフェがバチ好みだから、あなたには答えられないわ。なんか勝手に振られた感じでムカつくぞ。あなたたち残りの3人もごめんなさいね。イカ道具まとめてやるな。そして最後まで言ってやれよ。強いなこのイングリッド。唯一まともな人だと思ってたのに熱ベクトルでひどかったですわ。ナルシストイングリッドですか。多分ジグラートの砲撃も本編以上にキレッキレなんだろうな。ここまで自己肯定感高いなら姫様さらってくる前に頑張ろうぜ。これは押せるのか。今後もアニメや声優さんに関する動画投稿を行っていきますので、興味がある方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。